風月堂は、日本全国に展開している複数の洋菓子、和菓子のメーカーが称する野号である。江戸時代中期、小倉清右衛門が、江戸で開いた、和菓子店を起源とする。明治時代以降、大住化からののれん分けが行われた結果、複数の会社がこの名を継承している。風月堂の名前のついた店舗は全国に多数あるが、必ずしも創業家である。 大住家の承認を得たの連分けとは限らず、関係のない店舗が風月堂を名乗っている場合も多い。1747年に大阪より江戸に下った初代の小倉木衛門が法歴年間に江戸京橋鈴木町に開いた大阪屋を起源とする。初代木衛門には子供がなく、名の誠を養女に迎えていた。誠は唐津藩主。 水野忠光の屋敷に奉公して、即室となり、1794年に水野忠国を生んだ。その後、宿下がりとなった誠が、夫として迎えたのが二代目紀右衛門である。二代目紀右衛門は、義理の息子にあたる忠国に引き立てられ、また初代名に出入りを許された。特に老中、松平定信には徴用され、松平家の御用合唱に任命された。 1815年、二代目木植門は、松平定信より、風月堂聖白という五文字の屋号を賜った。風月は、定信の画号の一つであり、また、祖職の五石家壁譜から、月城風清の文字を選んだものという。これを刑事とした、水野忠には、名所家として知られた、市川米安を招き、白根のに五文字の屋号を起用させ、のれんとして、木植門に与えた。 この時から大阪屋は風月堂となった。また、聖も小倉から大阪屋の大の字を継承して大隅へと改正した。なお、二代目木右衛門は初代大隅木右衛門が隠居した頃に南天馬町に店を移した。明治に入ると四代目木右衛門が若くして亡くなったために弟の五代目木右衛門が風月堂総本店を継承する。 五代目木上門は、亡くなった四代目木上門の家に、自分の三男大隅正三郎を養子として入れる形で、兄の家を再興させた。大隅正三郎が1905年、上野広工事に開いた店舗が、現在の上野風月堂である。風月堂総本店は、店主の溶接が続き、1950年代頃に、休業している。その結果、現在、初代、 大隅木衛門の血統を受け継いでいるのは上野風月堂のみとなった。五代目木衛門は風月堂当主としてのれん分けの制度を導入した。風月堂総本店より最初にのれんを分けられたのは当時の番頭であった四熱肖像で1872年に両国の若松町へ出店したのが風月堂舞津本店である。風月堂舞津本店からは 風月堂総本店の商人の下のれん分けが多く行われた。この時のれん分けされた店としては、神戸風月堂、長野風月堂、甲府風月堂が現存している。余月正蔵は、銀座並木通りに、西洋料理を出す店として、余熱分店南鍋町風月堂を出店し、次男の常次郎を店主としたが、常次郎の異母亭であり、 用紙の余熱修士の第二経営権を失い、新たな経営者に譲渡されたのが、現在の銀座風月堂である。また戦後、余熱修士が再度、銀座みゆき通りに、余熱風月堂として新たな風月堂を出展するが、経営破綻、別会社へ経営を引き継ぎ、銀座中央通りで再度営業を開始した。これが、現在の東京風月堂である。結果、 現在の銀座風月堂、東京風月堂は、創業時からの風月堂一門とは別の流れの会社となっている。江戸時代より、初代名の菓子匠を応接買ってきた風月堂総本店は、明治時代に入り、新しい貸し開発のため、総本店五代目、大隅木衛門が、当時の番頭の余熱肖像を横浜に、洋菓子の修行に出した。その結果、肖像が、 チョコレートやビスケットなどの技術を習得し、これが後の風月堂一門において広がった。1874年には、放路島と名付けたボンボンドリコール堂を発売。1877年には、明治政府が開催した第一回、内国官僚博覧会の菓子部門において、大隅右上門の南天馬町風月堂のこのみこと、 余熱肖像の若松町風月堂の唐虫餅が宝賞を受賞以降西洋菓子に力を入れ1882年頃には大々的に西洋菓子をなお風月堂は日本で商品としてチョコレートを販売した最初期の店であり1878年には余熱肖像の若松町風月堂がショコラート、新生チョコレートや氷菓子、 アイスキリンチョコラ入りの新聞広告を出している。東京風月堂のゴーフレット、ゴーフルも参照風月堂を代表する歌詞とされるゴーフルは昭和初期に一問で発売が開始された。ゴーフルの開発、発売に至る経緯については東京発祥説と関西発祥説がある。東京発祥説は昭和初期にカルルスせんべいという薄焼きせんべいをヒントに 開発されたとする説である。カルルスせんべいは明治より、風月堂一門で販売していた商品で、ゴーフルせんべいに酷似した形状の素焼きせんべいであり、炭酸せんべいの原型とも言われるものである。昭和初期、余熱風月堂の和菓子工場では、風月堂総本店及び、余熱風月堂の両方の製品を生産していた。また、火災のため、洋菓子工場と、 和菓子工場が一緒になったが、大阪の北浜和樹堂の職人が洋菓子工場の次長を務めていた。ここで一門の職人たちの試行錯誤が行われた、結果、粉の配合やアメリカ製のショートニングをクリームに用いるなどの工夫が凝らされ、1929年に現在につながるゴーフルが完成したとされる。関西発祥説は大正の終わりから昭和初期に、 余熱風月堂より、のれん分けされた、北浜風月堂において開発されたとする説である。神戸風月堂が記すところ等によれば、1926年頃にもたらされた、フランスの焼き菓子をモデルとして、北浜風月堂の和洋菓子の職人が開発を進め、神戸風月堂創業者の吉川一蔵が、当時北浜風月堂の業務執行社員であった、ことから、 1927年に、余熱風月堂、北浜風月堂、神戸風月堂で同時に発売されたとされる。ただし、発売当時の製法は、現在のものとは異なり、大河原せんべいと同様の焼き方を行う、手間のかかるものであったという。戦前、風月堂一門は互いに協力して、商品の開発や製造、販売を行っており、ゴーフルの商標は、 風月堂一門にて共有されていたが、戦後ゴーフルの類似品が氾濫したため、神戸風月堂がゴーフルの商標を登録した。ただし、ゴーフルは各社が同時期に製造を始めたものであり、上野風月堂や東京風月堂もゴーフルの商標を継続して使用している。2015年現在の社長である大隅雄介は、初代大隅木上門から数えて8世代目にあたる。 1988年にデメルと提携し、デメルジャパンを設立した。2013年には、ブランド名を、上野風月堂、大隅商店とする。神戸出身の吉川一蔵が、東京、南鍋町の米津風月堂に、弟子入りし、大住家からの承認のもと、風月堂ののれんを分けられて、1897年12月12日に、現在地に創業した。 なお、吉川家は、江戸時代に、吉川や新七の野号で改装業、旅館業を営んでいた。ありがとうございます。